ちゃんお迎えしての撮影タイム開催しております。さあではお待たせしました、右側のカメラマンの皆さん、どん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 アピールしていただきまして、お二人の視線をゲットしてください。さあにわちゃん、そしてかなえちゃん、ゆうちゃんがあなたを見てますよ。さあどんどんアピールアピール、このカメラを見て。お二人の視線をね、ぜひ自分のカメラに集中させていただきたいと思います。さあよろしいでしょうか。ではお待たせしました、左側のカメラマンの皆さん、お待たせしました。さあにわちゃん、そしてゆうちゃんがあなたを見てます。どんどんアピール、こっちを見て。いいですね。さあ夢中になってね、ちょっと熱中症にならないようにこう水分補給をしていただきながら、休憩をとっていただきながら、それでも時間は限られています。さあもう間もなく撮影タイム終了となってしまいますよ。ここからはフリータイムです。お二人どこを見ていただいても結構です。アピールした者勝ちですよ。こっち見て、こっち向いてというアピールがあったらぜひぜひお願いいたします。さあさっきね、掛け声ちょっと言いましたよね。にわちゃん、そしてゆうちゃん、声をかけていただければお二人の視線はゲットできますよ。どんどんアピールしていただければと思います。さあよろしいでしょうか。撮影タイム終了まで5秒前、5、4、3、2、1、はい終了です。ありがとうございます。お疲れ様でした。いかがでしたか、撮影タイムは。楽しかったです。はい、はい、皆さん暑くないですか。暑い中ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。なんか夏コスチュームに変身するかもという噂を聞きつけたんですが、もう中には着ているの。まだです。まだ着てないんだ。もう着たことはありますか。あります。はい。ちなみにどんなところが可愛いか、夏コスチュームのポイント、ちょっと一言ずつ教えてください。夏コスチュームのポイントは、後ろにもロゴが入っているので、そちらも注目していただけたらなと思います。夏だとちょっとセクシー度も上がると思うんですが、どうですか。そうですね。でも私はこの冬コスにもついてるこのビジューが同じのがついてるので、そこも見ていただけたらなと思います。わかりました。ぜひぜひ皆さんご期待いただければと思います。カルソニックレディ庭かなえちゃん、そして三室優ちゃんでした。どうぞ皆様大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。お二人はね、明日もブリヂストンブースに登場してくださいます。さあカメラマンの皆様も暑い中お集まりいただきましてありがとうございました。